どうもプランクトンです。今回はこのポトス、まあ、8年前とかで100円で買ったこのポトスなんですけれども、このポトスを増やし方を説明していきたいなと思います。 できるだけ丁寧にでシンプルに、また他の似たような植物とかでも参考になるように説明していきたいなと思ってます。で、一つ目が、まあ、増やすための準備、用意するものとかで、次に増やす作業の説明で、最後に、まあ、おさらいっていう感じで、この100均のポトス以外にも、まあ、最初これもちっちゃかったんですけど、買った時は200円300円で買ったポトスエンジョイっていう100均じゃないポトスも増やしたり、ポトスじゃないけれども同じ里芋科の仲間で増やし方も似てるので、これも増やしていきたいなと思います。ではまず準備について説明していきます。用意するものは植木鉢、穴が開いてるやつがいいです。あとはあまり大きすぎる鉢っていうのはおすすめしないです。これから挿し木っていう方法を使って増やそうと思うんですけれども、挿し木だと根っこがほぼゼロです。で、根っこがほぼゼロなのに水をたっぷり含められる大きい鉢に植えちゃうとバランスが取れなくなっちゃいます。あ、水もういいよみたいな感じになっちゃうんで、あまり大きすぎない鉢がいいのかなって思ってます。あとは軽いし鉢底に引くやつです。メインの土、赤玉土を今回は使おうと思います。別に赤玉土以外でもいいんですけれども、清潔な土、新品の清潔な土で肥料を含まれてない土を選ぶっていうのが大事かなと思ってます。傷口を土にぶっ刺すわけですから、使われてる土だとそこから病気の元とか入ってきちゃったりするんで、できるだけ新しい清潔な土がいいかなって思ってます。肥料を入れないようにっていうことについてなんですけども、なんかちょっと感覚的な話になっちゃうんですけれども、たくさんご飯を食べてたくさん大きくなってねみたいな、たくさん肥料を食べてたくさん大きくなってねっていう段階じゃなくて、もう根っこもない状態で切り離されて土にぶっ刺されてるって状態なんで、とにかく生きてねっていう感じで、もうおかゆ、その消化にいいものだけを与えていきたいような感じで、肥料は最初はなしで育てます。でしっかり根付いてきたら肥料とか入れたりとか植え替えたりとかしたらいいと思うんですけど、まずは育てるっていうよりかは生きてもらうっていう段階なんで、肥料はない土で最初は植え付けます。で、最後ハサミです。まあ、ハサミであれば何でもいいんですけれども、とにかく清潔なものっていうのが大事です。他の植物の切ったハサミ、汁とかついた状態で別の植物切っちゃうと病気がうつったりとかする可能性がありますし、できるだけ綺麗なハサミを用意するっていうのが大事です。切れ味良かったらなおよしっていう感じです。で、用意するものは以上です。で、早速、まあ、作業に入っていきたいと思います。まあ、他の植物の植え替え同様に、まあ、軽石を引いて、で、軽石を引いた後に赤玉土を入れるっていう感じです。できるだけこぼさないように、後で土を足すことを考えてこのぐらい入れておきます。受け入れ準備が完了しました。はい、では実際に増やす作業について説明していきたいと思います。今回はまた他の観葉植物でも広く使われている挿し木っていう方法を使ってみようと思います。挿し木っていうのは、まあ、茎をパツパツパツって切って土にプスプスプスって刺しとけば、まあ、根っこが出てきて芽が出てきて、まあ、増えるっていう感じの方法です。で、じゃあどこを切ればいいんやっていう話になると思うんで、それを少し説明したいいきたいと思います。基本的にどの植物も、まあ、最てっぺんに芽があって、茎、葉っぱ、茎が伸びて葉っぱが出る、茎が伸びて葉っぱが出る、茎が伸びて葉っぱが出るっていうような増え方をしてます。で、その葉っぱと茎の間から芽の元があります。茎と葉っぱの元間に芽の、まあ、元となる部分があります。なので
切るときにはこの目、ここの部分を、目の出る部分を最低1つ持っておくっていうのが大事です。はい、であともう一つ、まあ、最低1つでもいいんですけれども、まあ、2つとか3つとかあって、その刺すも刺す植物が大きければ大きいほど、まあ、なんか成長スピードとか根付きとかは早いかなっていう感じはなんとなくしてます。まあ、でも最低1節、まあ、2節ぐらいで、まあ、ポトスはいいかなって思ってます。じゃあ早速切っていきます。清潔なハサミです。うん、どうしようかな、どのぐらい切ろうかな。まあ、だから最低1つ節あればいいだけなんですけど、早く大きくなってほしいから今回は余分めに切るかな。まあ、まずてっぺんは一番すぐ元気なくでしょうね。できるだけスパッと一思いに切り口は綺麗に。じゃあこっちは、ああどうしようかな。はい、これは2節残してみようと思います。葉っぱ大きい、まあちゃんとしっかりついてるんで、こっちは一節でいってみようと思います。これがまあ最小ではありますよね。茎が伸びて葉っぱが出てて、この間からスーッと芽が出ます。こっちも別の枝も同じようにやっていきます。こういうのが一番強いてっぺんの芽が出てるんで、きっとこの茎と葉っぱの間からは芽が出ずに、この最初のてっぺんの元からある方の芽からぐんぐん成長するんじゃないかなって思います。ポトスはまあちょっとさっぱりしました。あとまあちょっと詰めるかなっていう感じですけど、で刺し穂は1個7本8本できました。はい、8本できました。これを植えていきます。はい、でこういう感じで、まあ、刺し木、つる性じゃない植物とかだったらこうブスって刺す感じでやってもいいんですけれど、まあ、今回はつる性のやつとかなんで適当に、節の部分がこの芽が出るところが埋まるように、まあ、全てが全て埋まってもいいってわけじゃないんですけど、この芽とかの部分から根っことかも出たりするんで、植えるっていうよりかはちょっとこう敷き詰めるみたいな感じになっちゃってます、はい。まあ、こんな感じで、まあ、適当に並べていきます。この茎の部分、まあ、すでにこう根っこ出たりとかしてるんですけども、この茎の部分とかから新しい根っこが出てきたりするんで、その茎の部分が土に埋まるようにこれから追い土をしていきます。茎とかちょろっと出た根っこが隠れてきました。葉っぱはできれば出してあげてください。水をたっぷりあげていきます。まあ、そこの水を捨てて完成です。少しちょっと言い忘れてたんで追加でなんですけれども、たっぷり水をあげた後、まあ、いつもの場所、いつも多分直射日光とかにはポトスとか置いてないと思うんで、はい、日陰の場所、日陰のところに置いておく。で水やりに関しては根っこがないんで、根っこが全然出てないんで、気持ちちょっと頻度多めでもいいのかなって思ってます。で根っこが出てきたら、まあ、なんか新芽が新しく出てきたりとか、ぐぐっと成長してきたなって思ったら元の株と同じぐらいの水やりで
いいと思います。以上が、まあ、ポトスの増やし方を説明してみました。観葉植物を大きく育てるっていう楽しみもあると思うんですけれども、まあ、それ以外に増やすっていう楽しさもあるのかなって思ってます。でこうやって増やしておくと、この元のポトスもこのポトスも全く同じ植物です。なのでもしも万が一こっちが枯れちゃったとしても、こう別の形というか別の鉢に生き残るっていうことができるんで、そういった安心感みたいなのも増やすことで得ることができるのかなって思ってます。ポトスは本当に育てるのも増やすのも簡単なんで、とてもおすすめです。あとは説明というよりかは、まあ、淡々と作業するって感じで、ポトスエンジョイとオキシカルジウムの挿し木作業をやって終わりにしたいと思います。